どうも皆さんこんにちは、遊び方ファクトリーチャンネルでございます。ご視聴ありがとうございます。今日はですねアクアリウム会になるんですけど、こちらもう出してますけどね、これ下からちょっとよくからちょっと出してるので普段はここに置いてないんですけど、外部式ろ過フィルター、こちらのねちょっとろ材交換をねやってみようかと思います。このね中身がどんな感じになってるのかなとかね、あとはジェッツのこのメガパワー6090っていう商品なんですけど、この商品がどんな感じかなとかね、これからやってみようかなというような方のね参考になればいいかなというところで、ちょっと最後までお付き合いいただければなと思います。ついでなんでね、これ買った時にこれが入っておりました。ジェックスさんで2機種に火災発生の恐れがありますということでね、はい、これをお伝えしておきます。もし持たれてる方があったらですね、ホームページとか見てから連絡してみてください。はい、じゃあ早速やってみましょうかね。こちらね、今、はい、パファー水槽になってます。ついでなんですけどね。ブロンズ、あとはどこ行った？はい、ブロンズパファーがもう結構ね、2週間かなぐらいして安定しまして、パファー混泳水槽ということで、レッドテールアカメフグ、それからアベニーパファーですね。そしてアマゾンパファー、奥の方にブクブクと太っておりますが、はい、などなど、パファー水槽、フグ水槽、淡水フグ水槽となっております。はい、今ですね電源切ってるんでポンプからね水は吸われないですし出ていかないんですけど、よいしょ、はい、これはですね、ペット用のシーツなんですけど、ペットショップとかねこう熱帯魚売ってるようなところに行ったら大体行ってると思います。別に雑巾でもいいと思うんですけど、ホースを外してあげないとねこの蓋が開けられないので、電源は入ってないんですけどね、こう下に置いてるとサイフォン効果も効くでしょうし、まずですねの、はい、2つインアウトの方のしっかりですね水が出ないようにはするんですけど、これを外すときね、もう多少のね水は漏れるのでタオルがいりますね。はい、こっちはね水がないです。はい、そしてこっちはね見えますか、よいしょ、これでピンと合うかな。はい、もうここまでね水が来てますので、これ多少動かしたらねびちゃびちゃってこぼれると思います。はい、垂らしても大丈夫そうなんで、でこっちですね、こっちイン側なんでここまでね水が来てるんで、ここで止めてるんですけどね、ここにやっぱちょっと入ってんじゃないのかなと思いますけど、やってみましょう。バケツかなんかね大きいやつがあったらそれに入れてやればね多少こぼれてもいいのかな、トレーでもいいですけどね、はい、多少ですね、はい、多少やっぱこっちイン側はここまで水が来てますからね、コックで締めたんですけどちょっとはこぼれるんで、この辺注意ですね。でですね、蓋を開けてみましょう。はい、そしてこれか、よいしょ、はい、よいしょ。というわけでですね、このようになっております。ちょっと狭いんでね微妙にいけるかな。はい、この中がですねバスケットに なってまして、これをですね、1個ずつ出していくっていう感じになりますね。一番上の蓋を出し、はい、こういう風にですね、はい、ゆっくり上げてあげると、よいしょ、はい、ちょっと水が溜まってますんでね抜けるまであれしつつ、よいしょ、はい、ジェックスの場合はですねこんな感じでろ材がですね、スポンジとかね、こういうメガバイオっていうようなものだったりとか、はい、カーボンでいろいろね吸着するとかですねっていうのがそれぞれ使用期間っていうのがねあります。でそれに沿って、はい、その使用期間の目安に沿ってですね、はい、交換するっていう感じになります。で今こういうふうにねバスケットで出したんですけど、このバスケットがね3つ入っております。はい、こんな感じでですね、はい、これはこういう粗い目のねスポンジと、下にもねろ材が入っております。ちょっと抜こうか、これ2番目ね、はい、こぼれた、はい、そして、一番下のバスケットはですね、はい、こんな感じになっております。よいしょ、はい、汚い、はい、メガリング、はい、こういう商品ですね。3ヶ月に1回を目安に交換してくださいということなので、これはまだいいな、
はい、3ヶ月は経ってないのでね、はい、ちょっと戻しましょう。まあ、まあ交換したとしたらね、このようにまた戻すという感じですね。はい、そして黒いやつ、黒いスポンジの下が何だろう。はい、これ買い忘れてますね。まあこれまだちょっと綺麗そうなのでこのまま使いましょうかね。はい、でこの下があれですね、これだな、メガバイオっていう、はい、こちらの商品なんでね、これを買えると。これは2袋入りで、はい、1ヶ月に1回交換なんでね、はい、これは交換ですね。個包装になってますので、これを破って入れてあげるという感じになります。これ一番初め買った時にね、中をねしっかり開けて確認しないと、この状態でセットされてるんですよ、この袋に入った状態でね。で初めそのまま使えるのかと思いきやね、ちゃんとこういう個包装を破ってあげないと、ただのね抵抗にしかならないというね感じでした。はい、こういう風にですね、まんべんなくいくように入れてあげて、これはゴミですね。はい、ゴミ、うん、軽く水洗いなんでね、ちょっとこれ洗ってきます。はい、今ね軽く水洗いしてきたので、ここにですね重ねようか、ちょっと見てもらおうかな、みんなに。はい、まあ上から見るとね、さっき言った、まあ商品名ではね、メガリングっていう、よいしょ、この商品はね3ヶ月に1回でいいようです。はい、で今ねこの2段目のバスケットはね、このスポンジと、こちらですね、メガバイオっていう商品なんで、これ軽く水洗いで、どうだろうな、ちょっとバクテリアがいそうですけど、これ軽く洗いましょうかね、洗ってちょっと使おうと思います。で薄いですね、こっちの方の、まあ、スポンジマット、それからこの下にもねカーボン、メガカーボンというのがね入ってますんで、こういうのをね交換する感じになります。ちょっと洗ってこよう。はい、こっちのね大きな粗い目のねスポンジも洗ってきましたので、これセットして、これ2段目ですね。で同じようにバスケットとして、はい、沈めるっていう感じになりますね。はい、で最後はね、まあ同じ要領で、このスポンジはね、細かい目のスポンジはかなり汚いし荒れてますな。はい、新旧こんな違いがあります。でこの下のもね交換でしょうから、これがメガバイ、メガカーボンか、はい、メガカーボンは1ヶ月に1回交換ね。はい、なので、まあ、こちらもね個包装で、まあ、軽く水洗いでしょうからね、ちょっと洗ってきます。洗ってきましたんで交換ですね。最後のねバスケットの商品も中にね入れて、結構ねこのカーボンのはね黒い汁が出る感じでした。はい、そして新しいですねのを、まあ、こういう形にしか入りませんのでね、はい、まあこれ古いやつね、汚い感じ、はい、1ヶ月交換、これも1ヶ月交換ね、はい、捨てましょう。最後乗せて3段目、三段重がですね、三段重に聞こえるな、ダメだな、三段のお重がですね済、はい、済んだら最後蓋を閉めると、ところですけど、これも汚いんでね、ちょっと洗ってきましょうかね。ではですね、こちらも洗ってきたので最後蓋をしてですね、はい、で閉まるようにしか閉まりませんので、こうかな、違うな、あ、こうだ、水の出入り口が、出入り口がこうか、はい、でよいしょ、こうですね、よいしょ、はい、しっかり蓋をしてですね、さっきの外したですねホースをつないでいくということになります。このねパッキンも時々見ておかないと、まあこれがダメになるとですね、水が漏れちゃうという感じになると思いますので、よいしょ、はい、まあある程度のところでね 見るか、普段からこの下にね、急には壊れないでしょうから、少しずつ漏れてきたりとかねいう兆候があるでしょうから、普段からチェックしておくというのが大事なんでしょうね。結構ね、はい、まあ、ちょっと伝わるかどうか分かんないですけど、だいぶもう水吸ってます、はい、これ、あ、分かるかな、はい、分かると思いますけど、吸ってるので、やっぱねちゃんとトレイとかね、でバケツの上とかね、そういうところでやった方がいいのかなと思います。
さあご覧いただいたようにですね、交換も完了して、もう一度ね電源入れてポンプに今回しております。ちょっとまあ分からないか、分かりづらいかな、はい、まあ、ここもねもう揺らいでますので、ね、はい、しっかり溶存酸素も、取り込めてるのかなと思います。で動かし始めてもう一度さっきのコックのところのね、あの取り付けたところを確認して水漏れがないかというのようなところをですね確認するような手順というかね順番になります。通常だとね投げ込みだとこういうスポンジ1個だったりとか、外掛けでもねこれと、そうですね、こういったカーボン系のね、はい、炭素で匂いの吸着とかね、濁りとかのね吸着っていう、まあ、こういうセットだったりすると思うんですけど、さらにですね、はい、長期間バクテリアがこう定着しやすいようなものだったりとか、まあ機能の違った露材とかが入っているので、外部ろ過っていうのがねいかにこうろ過能力が高いかっていうのがねよく分かるかなと思います。これねなんかあのショート動画出したせいで、あの外部ろ過を悪く言ってるんじゃないかっていうねご意見も結構あったんですけど、あの重宝して使っておりますので、まあ、いかにろ過能力が高いかっていうのをねあの感じております。というわけでですね、今日は外部ろ過のですね露材交換ということで、中がどうなってるのかっていうのをね一緒にご覧いただきました。アクアリウムはねうちで結構ご覧いただいてるコンテンツの方になりますのでね、またいろいろご紹介できればなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。